大丈夫か？おおきに、大事ありんせん。あ、違う、動いたらあかんよ。どうか一緒に下山してくれんせんか？もちろんです、川上さん。川上さん、夜市は好きかい？ええ、これまではお稽古が忙しゅうて町をのんびり歩くなんてほとんどありんせんでしたが、そのさだやっこと呼んでおくんなんし。いいのかい、さだやっこさん。もしよかったら時代の先端に立つ者だけが両手に余るほどの金を稼ぐことができるのじゃ。お前らは商人じゃ、遠慮することはない、好きなだけ持っていけ。頭がおかしおすな。あんさん、今何を言おうとしたでありんすか？いや、大したことじゃない。よければ貞奴さんと友達になりたいと思った。バッチラはもう友達でござんしょ。こっそり抜け出すのに時間がかかってもうて。大丈夫、俺も今着いたところだ。歩きながら話そうか。前に会うた時に内緒っぽく言うてはったお楽しみって何でありんすか？今日見せてくれはるんですよね。とりあえず商店街を歩こう。はい。栄えた通りだな、商売に向いていそうだ。わっちもそう思いなっす。ずいぶん長を歩きんすね。早くお楽しみを教えてくれんせんか？俺は大金を稼ぎたいって言ってただろ。実は和菓子屋を買ったんだ。今日は君に見せてあげたいと思ってね。まあ、和菓子屋大好きであります。けどお体を大事にしておくんなんし。金を稼いで君を嫁にするためなら喜んで苦労するさ。もうあんさんったら。ここだ、入ってみよう。商人にとって大福帳はとても重要です。大福帳をよく参照すると節約した資金を受け取ることができます。大福帳を一回タップしてみましょう。任務ボタンをタップして報酬を受け取りましょう。和菓子屋の準備も滞りなく進み、いよいよ開店となりました。確定ボタンをタップすると和菓子屋が開店します。任務ボタンをタップして報酬を受け取りましょう。和菓子屋を買収しました。これからたくさん宣伝が必要です。旗強化ボタンを4回タップしてください。店舗画面を閉じ、西町で報酬を受領しましょう。任務ボタンをタップして報酬を受け取りましょう。大事なことはおおむね説明できました。また商い計画も作成しました。任務一覧をよく確認するようにしてください。
脳は国の基本なり。脳は国の基本なり。何も言わなくても君の目的は分かってるよ。ちょうど今虹町ではガラポンの福引きが行われています。何かいいものが当たるかもしれませんよ。アンさんと出会うて、わっちの世界は輝き始めたでありんす。ずっとずっと。何も言わなくても君の目的は分かってるよ。